視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。えー、毎週日曜日はと言いましても、今も話し始めてるのが、えー、日付変わって月曜日なんですけれども、えー、毎週日曜は今週の世界とパクユウ、えー、その週に起きた、えー、世界中で起きたホットな話題をネタに、ラジオのようなゆるいトークやっていくという、えー、企画でございます。ということで、 いやということででもないなちょっとね後ろね洗濯物とか映ってるんですけどすいませんあのねいろいろ、えー、今週はあのバタバタとしておりましてというのも某某シンガー某シンガーソングライターのための制作を、えー、ずっとしておりまして、まあ、これ近いうちにまあ発表できるとは思うんですけれども、えー、そのねアレンジ作業が、えー、先ほどまあ一段落しまして えー、それで、えー、この動画撮り始めてるとそういう感じでございます。と、えー、いうことで、まあ、あの自分のねあのすべきことが忙しいと世界情勢なんかに気を使っている、えー、余裕はないと、えー、そういう傾向がありますがあの今週はちょっと一つね世界的なニュース、えー、ピックアップしてちょっとお話ししたいなと思います。あのフランスの 大統領、すごい若い人が大統領になったと、えー、エマニュエル・マクロンさん、今、僕、そのマクロンさんのウィキペディアのページ見ながらお話ししてるんですけれども、あの僕、テレビのニュース全然見ないので、えー、全然ね、このマクロンさんに関しての名前以外知らなくて、えー、今日この動画でちょっとお話をすると、えー、決めて、いろいろ調べてみたんですけれども、 なかなかね面白いネタですね面白い人っぽいですねえっとまぁ、あ、えっと1977年生まれ39歳でえっとめちゃくちゃ若くして大統領になったというのが話題になっているということなんでしょうかえー、ことなんでしょうかっていきなりもあの 情報の少なさ知識のなさを露呈しておりますがなんかねその30代とか40代でのフランスの大統領はナポレオン賛成以来とかいうあのニュース記事がありましてちょっと面白いなってナポレオンなんてもう何んですか歴史上のもう昔々の。 人物まあなんか伝説の生き物みたいな感覚あるんでそれを引き合いに出されてこう比べられるほど若い人なんだというまあ世界的にあの何て言うんですか今までにないかったことが起きているっていうことなんでしょうかダメだなちょっと先行き不安だなこれやばいな額がないな で、まあ、面白いのが、ネタになりがちなのが、の姉さん女房らしいんですよ。で、29歳の時に、高校時代のフランス語の教師であった、24歳年上の、え、女性、ブリジット・マクロンと結婚した。すごいな。29歳。あ、僕と同い年ですわ。えー、その時に、高校時代のフランス語の教師、24歳年上だから、 えー、高校の時が、えー、まあ18歳だとしてえー、っと3042歳かその時に結構いってんなえー、っと僕中,中高男子校だったんですけどやっぱ男子校だと、えー、女性教員っていうのはやっぱあのテンション上がるんですよねあのまあ何て言うんでしょう本当に男だらけなので そこにこう咲く一輪の花じゃないですけれども、えー、女性教員についてはみんなやいのやいのね裏で言うんですけど42歳ぐらいの先生いたかなもうちょっとね若い先生はいたんですよ30代とか20代の先生も何人かいてやっぱ20代の先生とか完全にもう異性を見る目ですよね 1678の男の子が20代の女性教員を見る時なんてそんなもんっすよ。であのどこまであの際どい下ネタを授業中にぶ,ぶっ込めるかみたいなそういうやり取りがあったりとか。 まあ今考えればね、あのそんな下ネタでも何でもない、あの、可愛いもんだなと思うんですけれども、そんなことをして、えー、日々楽しく過ごしていたなと、話がだいぶ逸れてますが、だからちょっとね、いやさ、例えば、僕は高校生の時に、20代、30代だった、えー、女性教員と、今になって、再会して、 結婚するとかまだねちょっとありえる、えー、と想像はできますやっぱあの昔のいい印象とかあの憧れのイメージみたいなのはやっぱそのままだと思うんで、えー、今どれだけ年老いていようが、えー、そこに、えー、前の夫との子供が3人おろうが。 そしてその子供たちは7人の孫を設けていようが、えー、まあね、大丈夫。なんですけど、やっぱね、高校の時に40だった先生とは無理だわ。無理です。僕は無理です。<laughs> そんな話じゃないって。で、その、15歳 なるほどね。15歳の時にもう告白してるんだ。自分が高校生だった時にもう先生だったブリジット・マクロンさんに告白してるんですね。しかもあのその時はまだ夫と婚姻関係にあった、まあ、人妻だったブリジットに告白しそのまま「接吻」って書いてありますね。接吻これすごいな。ペタジに 下手陣以来の凄さですねちょっとやばいなこれぐらいあのー、ぶっ飛んでないとこの若さで大統領になんかならないしなれないってことなのかなすごいなでえー、っと今回の,そのマクロンさんが大統領になれたのはえー、っと なんか中立な立場を貫いてて左派右派からもなんかちょっとあの一線を引いてるみたいなそういうことで、えー、そのなんか消去法で選ばれたみたいな感じがあるとか言ってましたね、まあ、だからラッキーっていうか、うん、巡り合わせで。 慣れたみたいなところもあるみたいなんですけど、うん、大変だよな。よくやるよな。うん。で、その、まあ、今ね、お,しゃお話ししてる内容、全然話の中身ないですけど、フランスってやっぱめちゃめちゃめんどくさそうっていうか、問題山積み国っていう印象がやっぱあって、 僕サッカー好きなんで、えー、サッカーフランス強いですし、えー、っとフランスのリーグもすごく栄えてるので、えー、そういったところからフランス国内の話とかちょっと、あのー、聞いたりするんですけどまああんまりいいイメージないですよねだいたいいつも喧嘩してるみたいな特にあのサッカーのフランス代表ってすぐ喧嘩するんであのー、白人と黒人がいて でいろんなルーツを持ってる選手がいてとかっていうのも原因の一つなんだと思うんですけど、あのー、この間のワールドカップあれか、えー、リオの時はブラジルの時は大丈夫だったのかその前ですかねもう喧嘩してなんかキャプテンとか監督とかが大会中にわがわカないことを言い出して日本じゃちょっと考えられないあのー、内紛騒動が。 えしょっちゅうあると。であの代表選手の中には必ず問題を起こすやつがいてで今もあのベンゼマっていうあのレアルで活躍してる選手がねあのセックステープ問題あのリベンジポルノとか,なんかそっち系の問題でずっと代表を追放されててみたいなもうわけわからんっすよあ,のあんまり育ちのよろしくない人もいっぱいいてみたいな。えー なんだけどそういう反面えっ、ー、と憧れっていうかあの何て言うんですかねフランスおしゃれパリメルシーみたいななんだそれって <laughs> わかんないですけどあのそういう部分もあったりとかえっ、ー、とで最近テロがすごいいっぱい起きてたりとかうん、なんか相反する要素がこう グッて詰まってる国がフランスそのポジティブな要素とネガティブな要素がうわーってスパークしてるのがフランスって国なのかなっていうなんかイメージが僕の中ではあるんですけど、まあ、そんな国をねあのこの若さで率いていくと,、えー、と大変だろうなもう。 10円ハゲとか胃に穴が開くとかっていうレベルじゃないんじゃねえかなっていう感じで、えー、ちょっとうんこの先どうなっていくかまあその全くねフランスよその国のことだから僕私たちには関係ありませんってことでもないので絶対日本にもね関連してくることあると思うのであの トランプ政権もしっかりですけどあのアンテナ張ってしっかり、えーね、あの興味を持って情報収集していかなきゃいけない、えー、話題なのかななんてことを思っていました思っております結局高校生の時の女の先生の話してる時が一番楽しかったなっていう <laughs> 皆さんの 学校にいましたかその憧れの助教師とか、うん、なんか是非ねそういう話コメントとかで聞かせていただけると嬉しいですなんかいい脱線の仕方だったかなあのものすごいあのね世界的な話題から入り、えー、全く関係のないくだらない話をしていくという結局こういう話してるときがね楽しいんで、えー、そんな話してみましたあ すごい今週ちょっと喋りすぎたわもう12分になってますねということで、えーまあ、お休み前にね、あのーあのー、お酒でも飲みながらとか、あのー、明日の準備しながらとか、あのー、垂れ流して聞いていただければ、えー、嬉しいかなというゆるいトークになりました、えー、最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントチャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました